2014年中国杯は2014年に中華人民共和国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2014-2015ISU グランプリシリーズの第3戦である。2014年中国杯は2014から2015年シーズンに開催された中国杯。 2014年11月7日から9日にかけて、シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が、上海の上海東方大育中心で行われた。今大会開催国の統括団体である、中国スケート協会に対しては、各種目で最大3人の出場枠が用意された。男子シングル9月2日、ベーター・リーベルスが肩の手術のために出場を辞退した。 9月23日、オレクシー・ビチェンコが追加招待された。10月16日、ジャンブシュが健康上の問題で出場を辞退した。10月21日、キム・ジンソが追加招待された。10月24日、ジョシュア・ハリスが右足首の怪我により出場を辞退した。10月29日、ソークスノキが出場を辞退し、セキサ・カイが追加招待された。 女子シングル9月9日、金海賃が追加招待された。11月3日、超過金が出場を辞退した。ペア9月29日、ユリア・アンチポワ、ノダリー・マイスラーゼ組がアンチポワの虚色症の治療のために出場を辞退した。10月1日、タチアナ・ボロソジャル、マキシム・トランコフ組が、トランコフの肩の怪我のために出場を辞退した。10月9日、 ジェシカ・カララン、ザック・シドゥー組が追加招待された。10月13日、アリーナ・チェルニャフスカや、アントニーノ・ソーザ・コルディール組が追加招待された。10月17日、タラ・ケイン、ダニエル・オシェア組が、ケインの右念部手術からの回復が十分ではない、ために出場を辞退した。10月22日、ナターシャ・ピュリッチ、アンドリュー・ウルフ組が追加招待された。 アイスダンス9月2日、超越、低組が追加招待された。各競技の上位成績者には、2014、2015、ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベイドル、 ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル支払われるとされた。ありがとうございます。